かでーす。私もです。私もです。これが見たいです。何やそれ。あ、面白いやつやろ。おもろないねん。あれちょっと私もやりたかったんですよ。一緒にやる。一緒にやったら、え、いいですか。せーの、ブンブンハロー YouTube。 せっかくやし一緒にやりましょう。いいよ。3人で。3人でいきますよ。せーの、ヒューロハロー YouTube 大爆笑です。ありがとうございます、はい、今日はマキヒカさんと梅ちゃんさんと初コラボです。おっしゃ。こんにちは。お願いします。お願いします。で、今日はなんですけど、はい、ここにある箱を持ってきました。見たことありますよ。ありますね、箱は。で、この中にいろんな紙が入ってて、それを一人ずつ引いてって答えていくっていう質問コーナーみたいな感じなんですけど、うん、この箱の中身はなんて言うんだろう、もうやばい。やばい。バカ、もしかして。NG なしって感じなんで、うん、お願いします。おお、それ逆に大丈夫？私はもう何でも、もうあれを出してるんで。テレサムのやつ。はい。見たよ。本当ですか？すごかった、すごかった。何？サムネ詐欺やね、基本ああいうのは。そうですね。サムネ詐欺じゃなくて、サムネ上回るぐらいちゃんと全部入れてる。はい。ええー。言ってました。すごかった。あれ、トイレだけ先に先にトイレ。そんなんがあったで、先にもややこしいし、先返し。はい、って感じで、じゃあ、はい、ちょっともう早速やっていこうかなって思います。じゃあ最初どれぐらいがレベルが入ってるか。1問目で分かるから。あ、はい。異性の好きな服装。ああ、ですね。この感じやったら全然いけるわ。なんでもいけるやないか。これはもう確かにいけます。じゃあちょっと私から、うん、私は結構スウェットのセットアップみたいな緩めな。買っていい。俺だけないから買っていいです。あ、いい。そう、すごい。だからこういうの。本当にそんな感じ。あ、そうなんや。ガチガチに私服よりかは緩めな感じが好きです、うん、はい。じゃあめっちゃ決めてる。はい。これしか持ってないね。そのスウェットをずっと一緒飲んでもいい。あ、もう全然いいの。洗ってないやん、これずっと。あ、キャンセル界隈系ですか。うん、キャンセル界隈。洗濯キャンセル界隈系です。全キャン、普通に言わんから答えてください。早く、はい、好きな服装。夏多いんやけど、とにかく露出多いやつ。そう、冬に露出せん。あー、はいはいはい。あ、なんかちょっとお腹見えてるぐらいのエロい。あー、そうですか。あんなのずっとこうやって見てる。好きな服装っていうのはやっぱ存在しないですね。やっぱ好きな人の服装、すべてそれが好きって言ってる。あー、ちょっと入ってますね。うん、だから、ない。あ、じゃあ、はい、次。オッケー。どうした。ちょっと怖いんだけど。これでいこう。あ、大阪人、関東人、お互いの県の偏見。関東、関西じゃなくて。確かにね。ほんまや。ごめんなさい、ちょっと私のバカが出ちゃった、ね、はい、すいません。偏見ね。はい。なんやろ、関東。なんか大喜利っぽいな。え、私いいですか。お、お願いします。みんなシャワーだけで湯船に浸かんなそう。あ、でもそうじゃん。なんか、確かにシャワーで済ませる人が多そうなイメージがあります、ね、じゃあ東京の人はみんなお風呂ちゃんと入るんですか。まあなんかちょっとそのイメージがあります。入ってるの。入ってます。あ、そうなんや。ゆめちゃんある関東。なんやろな、あれ、なんか新しもの好きみたいな。あー、関東の人な。だとにかく新しいもの好きやん。確かに。あー、そういうの、期間限定とか、うんうんうん、そういうの好き。スタバーとか、うん、あとなんか、すぐバーとか始めへん。誰かいるんですか。いや、なんかイメージ。あー、イメージ、イメージ。僕はないって。お前もうええやってんな。そういうなんか、関西、関東とかその分けてるっていうところから、その申し訳ない。日本、地球人、宇宙人として全員で一緒に向かって歩いて生きてるわけやから。いきますよ。先月の収入は。いや、でも俺全然言えるけどな。俺やと言うの嫌やから、二人に見せて、見せた反応。ああ、確かに。すっごっ。それは車買えますよ。やめて。え、先月。1ヶ月。先月。ジメジですか。違うよ。お前そうやし、フィジカルしてないから俺。いや、もうちょっとこれは、これ結構やばいな。やばいですね。はい、来ました。最近いつやりましたか。あら、え、それさ、はい、言える。
え？じゃあええねん。はい、行きます、はい、2週間前誕生日前や2週間前やんけ一緒ぐらいですね一緒や一緒やん僕はあの、ないですね嫌いな YouTube そう、僕ほんまにないこれ言ったの俺最近マジでなくなって全員好きなの一気俺、おるえ、それ結構ガチなやつですかうん私いいですか。うん。よっしゃったー。やったー。ナイス。ナイス。行くとき何時集？一個しかないやろ。え、いっぱいじゃないですか。え、どんなのかな教えて。え、いいんですか。うんうん。普通に行きそうって言って。行くでっていうおー大阪になるね、うんうん、めっちゃいい俺はバーってしてこうバンで出てないかも巻ひかさんは巻ひかさんはついてますかあ、リトル巻ひか、はい、まあ、ありますよないやろなっちゃう俺何回も見たことあるやろないって一回も一緒に風呂入ってもこいつパンツ履いてんやろそれはほんまに履いてるそんなわけないやろ繊細なんか着替える時も絶対こうやって隠したよそんなわけない絶対お尻が思いっきり見せてる後で見せたら絶対見せへんやそんな言うて見せてな毎回さそう何回も見せてるやん一旦言うねんな俺多分ほんまにないと思うあるって本当本当にあるだからハズいんかなるほどねいやほんまの回答しかしてへんから最後、うん、あ最後最後ってあもうラスト1問、はい、これで終わりはい OK全員本田圭佑のモノマネ最悪や、最悪な兄貴これだけやるとかやめろよお前あ、ほんまやな確かにもう今や何がやん綺麗に落ちるわちゃうねんお前引き直しやろこんなえぐい引き直しいやいや引き直すわこれでも収入打ったやんじゃんけんで負けたやつチンコ出さなあかんとかにしよう何やラストね過去付き合ったヤバ女ヤバ男エピソード1、2年付き合ってて向こうが看護学生やって今から1年間の厳しい実習が始まる看護学生っていうのは実習があるから一旦別れましょうって言われてで実習が終わったらより戻しましょうって言われてたんですねで僕はその1年間回って実習が終わった時にもう一回告白し直してそしたら無理ですって言われたんですね僕は、うん、なんで無理やねみたいなのを俺怒ってたんですよそしたらその子をよく知る女の子からなんであなたはいつまでもあの女の子のことを追いかけ続けてるのって言われていや好きやもんみたいな言ったらあの女の子あなたと付き合った初日からずっと浮気してることやばえそれ気づかなかったってことですよね気づかなかったじゃあこれやばいですねそれはい全然弱いけどいいその、はい高校2年の時かなサッカーの試合で相手倒してベスト4ぐらいに上がってその負けた高校のマネージャーが、うん、エロいまだエロないやんマネージャーってエロいですかマネージャーが次の試合見に行くから、うん、アウェイのユニフォームを貸してほしい、うん、当日それ貸すからっつってで付き合ってない付き合ってない付き合ってないでその時になんかユニフォーム渡して試合終わって返してもらってでそっからなんか3年まで知らんかったんやけど勝手に付き合ってることになっとってえ、言っちゃえばそれみんなに言うててその間誰も寄ってこないからあーそれ付き合ってるってなってるからうわめっちゃ最悪ですね地獄じゃない怖かったじゃあせっかくもっといっぱい女の子いたかもしんないのにうんもうずっとこのストップした俺ストップなってたえそれ言わなかったんですかみんなに付き合ってない付き合ってない俺は知らんかったからあそういうことそう最悪すげえだいぶやだあいつやばかったな別れた日に私の思い出の写真とか、うん、服とかもそろそろいっぱいあるじゃないですかそれを海に持ってって全部燃やしてるのをストーリーに上げて載せられてたっていうのはそんなに強くない怖それね結構精神的に来ましたねあまあはいぬまってるやん今日はこんな感じでマギカさんとウイジャンさんに質問をたくさん答えていただきましためっちゃ答えてもうたわお前何も答えてきてんの
セキララやね。一番最後だけなんかやばい女の話してたけど、それだけ踏まえたら何や。あの脇いかさんのチャンネルの方でもコラボさせていただいてるんで、ぜひそちらの概要欄に貼っとくんでフォローもよろしくお願いします。お願いします。またねー。Oh.